あの左手の女、あの女がフルーツラーパークに2007年に来て、もう一度春山整骨院作ってるバーベキューコーナーの事務所に入り込んできとで、あと基本的に声が大きい。あの別に声出さなくても誘導なんかできるから。介護職で働いていたことあるか分かっと。一人の人間が一人に付き添って、動いたらいいだけで、小声で言ったらいい。あんなに大きな声出す必要はない。そもそもで言うと、普通に自分で仕事してみたら分かる。二人で仕事するから大きな声で喋ってる。従業員が大きな声で喋ってる。もうこれはもう完全に通報。で、証拠。裁判用。絶対いるから。で、動画でアップロードしたりしてるのも、裁判所の人を認めてるから、裁判官とか。警察官も、もともと有馬警察署の警察官も認めとるから。で、それは、証人、証言してくれる人。この方法で探すしかない。あと証拠集めんかったら絶対無理やから。裁判。絶対勝訴まで持っていこうと思ったら。